はい、フリーレイトに使われて過ごせる日村で,です。訂正とお詫び。前橋栄一氏の公約にかかる予算の桁が1つ少つなくなっていましたということでね、えー、大変、本当に大変失礼いたしました。えっ、ー、とですね、月5万円ですというリスナー様からの,あのご指摘がありましたですね。あの僕の計算を見直してみるとあれ、年間で5万円しか配ってない予算になってたんですね。なので、あのままだと、あの年間5万円しか配れないんですよ。あの予算だとね。で、えっ、ー、と、 本当は月5万円配らなきゃいけないので、あれ単純に12か月分かけないとあの配れないんですよね。あの月いくらいいですかね5万の12分の1なので、4000円とかしか配れないっていうとんでもない予算になっていたんですね。うん、でこちら、正しくはですね、あの2億8200万円から3億3200万円の予算ではなくて、30億3200万円から36億 3200万円の誤りでした。もう、桁が全然違うっていうの、数字が全然違うっていう大変なことになってしまっていて、大変失礼いたしました。あの、ね、あの、たった3億で配れるんだったらいいじゃないかと思った方、大変失礼いたしました。あの、30億かかります。はい。で、えっと、予算の、えっと、1000分の1つだけ百100分の1つ使わなきゃ、配れないです。こちらね、重ね重ね、本当に失礼いたしました。えっと、ちょっとね、今後は気をつけて計算したいと思いますので、 ね、なるべくこういうミスがね、少ないようにしなければ、ちょっとあの、シャレにならんミスなので、桁が一個違うとか、ちょっとシャレにならないので、今後はね、ちょっと注意して、えー、やっていきたいと思います。再編、失礼いたしました。申し訳ありませんでした。はい。ということでですね、本日、この、本日はこの動画ですね、この、すみません、間違ってましたという動画です。ちょっとあの、 説明欄で書いて終わろうかなと思ったんですけども、ちょっとあまりにも桁が違いすぎるので、3億と30億でちょっと違うので、あの動画としてね、えー、訂正を、えー、呼びかけさせていただきました。大変失礼いたしました。えー、こちらの動画ね、こちらでこれ、すいません、えっと、ちょっと若干パニックになってるんですけども、こちらの動画ね、これで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。フリーアイターのいつか笑って過ごせる日まででした。